なり海外ロケから番組スタート。いきなり向かった先はエンターテインメントの街ラスベガス。番組スタートを華々しく飾りたいと休暇中だというある大物アーティストのもとへ。よく来たね、待ってたよ。ハグで迎えてくれたこの方は、あのローマ法王も大のお気に入りという世界的に有名なアーティスト、カート・ウェナーさん。すごい。そんな彼の作品を見てみると、こちらの地面に開いた穴、これがカートさんの作品。実はこれ、地面がへこんでいるように見える平面に描かれた絵なんです。これ平面なの？そう、彼は見る者を笑顔にする巨大 3D アーティスト。 3D アートとは遠近法、色彩学を駆使し、平面の絵なのにある一点から見るとなぜか立体的に見えるように描かれた作品。すごい。カートさんの絵は真上から見るとご覧のようないびつな形。何なのこれ。しかしこのように描くことで、ある一点から見ると、なるほど、まるでそこに穴が開いたような立体感を生むのです。その完成度、そして芸術性に、あのローマ法王も大絶賛する世界的アーティスト、そんなカートさんに、バカデミーのオープニングを飾る 3D アートを描いてもらいたい。しかもどうせなら景気よく5メートルクラスのどでかいやつを。しかし相手は超大物アーティスト、日本の一バラエティ番組のために絵を描いてもらえるものなのだろうか。うん、確かに。今田という男は日本でそんなすごい男なのか。どんな話したのこれ。わかった、日本の権威ある映像番組のために協力しましょう。騙すなって。心よく引き受けてくれたカートさん。しかしこの 3D アートには大きな問題があることを我々はまだ知らなかったのです。なんだ。翌日早速作業開始。今回は5メートル四方の作品ということで、カートさん御用達のギャラリーを貸し切っての作業。するとおもむろに床に絵を描き始めるカートさん。しかもこれはチョーク？そう、カートさんのあの精巧な 3D アートは全てチョークで描かれていたのです。チョークなのこれ。カートさん曰く、チョークだからこそあの立体感が生まれるんだとか。しかし5メートル四方の巨大アートをチョークだけで描き上げるなど気の遠くなる作業。そしてこの後、我々はとんでもないものを頼んでしまったことを知るのです。出来上がるのにどれぐらいかかるんですか？そうだな、だいたい2週間くらいはかかるよ。そんなにかかるんですか？いや、それはかかるでしょ。2週間もかかるとは思わなかった。スタッフバカなんじゃないかな。今さらロケ日程が5日しかないとは言えない。バカだ。そして Okay, I'm finished. 作業開始から8時間、ようやく初日の作業が終了。しかし8時間かけてできたのはわずかこれだけ。1時間もやるってなんだ。ロケ日程を延長して2週間待つべきなのか。しかし今回のオープニング企画、実はカートさんに依頼したのには他ならぬ理由が。この
3D アートを完成させてどうしても皆さんにお見せしたい。2週間待つことに決めた。そんな裏事情の発表いりますかね。作業中は集中するため一人になりたいというカートさん。スタッフも慣れない街でひたすら待つ日々。待つこと2週間。いや食うてるやん飯。楽しんでる。しょうもない。そして。あ、いたいたいた。ようやく完成したよ。ようやく完成したカートさんの 3D アート。そして皆さんに見せたかったオープニング企画に載せた思いとは。え、なになに。それではご覧ください。これが番組特製 3D アートです。何もない床に穴が開き、その奥に広がる宇宙、そして祝7年目突入の文字。すごいな。そう、カートさんにお願いしたのはバカデミーが7年目を迎えるメモリアル 3D アート。これ嬉しい。横から見たらちょっといびつな絵、しかしこの一点から見ると、わー、ここや。床に穴が開いたように見える 3D 作品に、超立体だ。これだけの絵をチョークだけで描き上げた、カートさんのバカすごい 3D アート。ちょっとびっくりだなこれ。ということで、これからもバカデミーをよろしくお願いします。突入ということで、番組もこれだけのものをね、で今回このスタジオには、はい、持ってきてくれた。そうなんですよ、その作品を持ってきましたので皆さんにね見ていただこうと思います。こちらです。さすがにあのまま持ってくるの無理だったので、写真に直に書いてましたもん。写真に撮って印刷をしたということで。どうなってんのこれ。今皆さんから見ていただいている位置だと立体的には見えないと思うんですよね。ちょっと、ね、はい、細長くなるんですが、これを上げていくと立体に見える、見えると思います。さあではカメラさんお願いします。はい、今もうぐるっと上がってきます。モニターご注目ください。写真に撮ってますので消えないので、もしよかったらこの上を歩いていただいても大丈夫です。せっかくやから泉さん、ごめんなさいね。座ってみるんですね。この惑星の上にお二人で座ってるような。ここの前に来た。この前に来た。